もね、本当中部行った時に初めて見たの。ホテルの地元じゃない、沖縄北インターを降りて、うるま市民芸術劇場に行くとこって、あれはホテルの地元？地元、地元。そうだよね、三島だよね。うん、あそこの、なんか、ちょっと農道みたいなところがあって。うん、金からの方を通ってそうかな、うん。あったら、あのね、自転車だけど、背もたれがあるのよ、自転車に。とっても高い背もたれがあって、エマニュエル夫人ぐらいの背もたれがあって、頭も全部オーバーするぐらいの。それに乗って、乗ってる人がまた子供なんだけど、髪が茶髪に近い金髪で、あ、金髪に近い茶髪で。で、短髪なのに後ろだけ長いわけ。うん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 。もうあれはね、CCB 以来見たことなかったから僕。ドラゴンっていうのあれ。ドラゴンや、そうそうそう、後ろだけ。ドラゴンやってんだ。スカットとか言わなかった。言ってみる、草髪だけ長いやつでしょ。あ、じゃあね、ここだけ長いでしょ。ウルフカットとか言わなかった。ウルフカットっていうの？ウルフカットはあれまた別、あれはおしゃれやつ。そうそうそう。そう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 。草髪だけ長いってね。あれじゃん、多分自転車も前なんか、若い頃というかちっちゃい頃は、ミモレっていう自転車が入ったわけ。あ、もう絶対、ああ、流行ってたって言ってているはず。ミモレ？ミモレ。で、自転車にいろいろミモレットとカスタマイズ。美味しいチーズよね。ミモレ。いや、ミモレだったと思う。カスタマイズするわけ。オリジナルの自転車。カスタマイズ？改造だろ。何がカスタマイズ？改造だろ。かわいい人は、あの、チェーリングってあったさ。かわいい人はいない。チェーリングをこう、タイヤにかけるから。かわいい人はいないって言ってるよ。おかしいね。ミモレ。ミモレが流行った。カスタマイズ。おしゃれだわけ。ねえ。カスタマイズ。本当に同じ日本語喋ってるんですけどね。全く意味がわからないっていうのがあるんですよね。ちょっと英語でお前が喋ってるの。カスタマイズ。